インドヨーロッパ語族インドイラン語派、イラン語群イラン語群は、インドヨーロッパ語族に属するインドイラン語派の一、分派である。20世紀末時点で、イラン語群を話すイラン系民族の人口は9000万人を超えているとみられる。ある調査では、最子言語としてのみ存続する、アベスタ語のほ八86の言語を数えているが、このうち十数語は、隣接言語と近似し、 個別の人口集計がない。最大集団はペルシャ語で、使用人口は約3800万人。これに、パシュト語、クルド語、バローチー語が続く。イランという種族名は、主要言語である、ペルシャ語が古代イライラン高原で話されてきたことに、由来する。インドイラン語派の発祥の地は、中央アジアであるらしい。カスピ海東岸から、 バイカルコ地方にかけて分布した紀元前2000年頃のアンドロノボ文化がインドイラン文化共通の祖であるとする説が浮上している。イラン語群はインドイラン語派の他の言語ともどもインドイラン祖語から以下の4語派の祖語に分化したとされる。インドイラン祖語の分裂後イラン祖語が存在したが紀元前2000年期の初期にイラン系民族が南東ヨーロッパから イラン高原や中央、アジアまでの広大な地域に移住し始めると、イラン祖語も分裂して、それぞれ独自の発達を遂げ始めた。紀元前100年頃の勢力図、サルマティア、バクトリア、スキタイ、パルティア古代イラン語は、ゾロアスター教の文献で知られるアベスター語と、設計文字で記された古代ペルシア語によって知られる。資料は残っていないが、他に、 メディア語などの存在が知られている。スキタイ語もイラン系の言語であったと考えられている。中期イラン語は、紀元前4世紀頃から9世紀頃まで使われた。東イラン語群の諸言語は、相互の違いが大きい。東イラン語群の言語は古代イラン語の特徴をよく、残していた。アケメネスワサで、アラム語が、公用語だったため、これらは多く、アラム文字で表記されたが、 バクトリア語はギリシア文字で、高換語はブラーフミ文字の一種で書かれた。西イラン語群のパフラビー語はサーサーンアサの公用語であり、3世紀から10世紀初頭にかけて使用された。パフラビー語、パルティア語、ソグド語はマニキョウでも使用された。アラム宮帝初体はこの時代に超速の進歩を遂げた。能力色、イラン帝言語が公用語の国。 青緑色、巡航用語、または事実上これに匹敵する、地域イラン内外では、イスラーム教徒のペルシア征服以後ペルシア語方言の地位が大きく変わった。アラブ征服時代以降、イラン、中央アジアでは、ウマイヤ朝やアッバース朝といったイスラム帝国の支配下になったことで、旧サンサーン朝のペルシア人たちやソグド人たちが、 ムスリムカシ、さらに政治的な主要言語がアラビア語になったことで、7世紀半ばから、在来のイラン系サンサーンアサの言語である中期、ペルシア語やさらにソグド人のソグド語などの中期イラン諸語による諸術活動が絶無の状態に陥った。この状態は、サーマーン朝が没効する9世紀後半まで続き、これをペルシア語文学史上では、沈黙の2世紀と呼ばれている。 権威ある文体を特徴とした、パフラビー語と呼ばれる中期ペルシア語に変わり、かつて一方ことであった、ダリー語が、宮廷の公用語となった。ダリーという名称は、モンピを意味する、ダルダーに由来するが、この、ダルとは宮廷を意味する、ダルバールと意味を、同じくし、宮廷語ほどの意味になる。旧世紀に、アッパース朝のカリフマームーンのクルデターを支援した、ことで、 ホラーサーンを拠点としたサーマーン朝が、マーワラーアンナフルまで、支配地域を広げた。かつて、ソグディアナの中心地であったサマルカンドに、サーマーンフラーの孫たちのうち、ルーフ一世以来サーマーン朝の宮廷が営まれ、ここに、アラビア文字とアラビア語を、多数用いた、近世ペルシア語が成立し、文芸復興が行われた。この宮廷には、詩人、妖人、 文学のパトロンが文化を花咲かせた。特にマンスール一世の時代に、タバリーのオータフシールや、同じく最小バルアミーラによる、諸首都と昭和の歴史のペルシア語訳が編纂され、ルーダキーやダキーキーなどに代表される、最初期のペルシア語詞がそれである。875年のダリー号の公用語化はサッファールアサを特徴づける、出来事である。八世紀の、 カリーラとディムナの役者イブンムカフファや10世紀のイブンアビームなど中世イランの学者がイスファハーンからアゼルバイジャンに至る北西地方の方言を記述する際パフラビーという名称を用い東部ホラーサーン地方の方言をダリーという名称に関連付けていることからパフラビー語は西部地域の方言を元にしており対照的にダリー語は 東部地域の方言の影響が強かったらしい。なお、ファールシー、パールセイはファールス地方の方言を指している。この新しい公用語は、現代標準ペルシャ語の姿となった。王朝固有の言語は、風スターンの方言であると記述されている。イスラム征服の副産物には、アラビア文字のペルシャ語表記への使用がある。その際ペルシャ語の音素に合わせて、 数文字が追加された。これはおそらく8世紀後半のことで、以後中世アラム文字は次第に使われなくなった。アラビア文字は現代ペルシャ語でも使われている。多軸語は、その後ソビエトの国家政策により1920年代にはラテン文字が使われ、1930年代になるとソ連邦中央アジアの政府計画により、キリル文字が使われた。 イラン諸語が話される地域は異言語社会の侵入を受けてきた。イラン西部のフーゼスタンの一部ではアラビア語が話されるようになり、現在トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタンがある中央アジアの広域で従来のソグド語やバクトリア語に代わりトルコ系諸語が普及した。アゼルバイジャンでもペルシャ系言語に代わりトルコ系言語が使われるようになった。 イラン語軍の系統樹イラン語軍は、東西の氏族に分類される。ゴードン、レイモンド・ジー、ジュニア、レポートフォーイラニアン・ランゲージズ。エスノローグ、ランゲージズ・オブ・ザ・ワールド、http コロンスラッシュ www.ethnologue.com スラッシュシファミリー、アスプ、サバイディイコール9万19。ありがとうございます。